じゃ、こんにちは。はい。はい、日高さん。はい。今日も来ましたね。3年生を振り返りね、はい、はいはい、ということで、はい、まあいよいよオールスターまで残り3試合ということでね、うん、まあ、3年生を振り返るとあと残り3試合をどう戦うか、この、ね、今回より今回が除いて残り3試合ということですね。もちろんもちろん、はいはい、で駆け込み選出選手は誰だということで早口言葉みたい、ね、はいはいはい、バーバーが見たいと。そうですね、看板やちいちゃんはそう、看板やちいちゃんはそうなのかバウアーみたい、ね、バウアー選手、投手のね、あの、まあ、気迫あふれる、まあそうだね、あの出てもおかしくないような成績も残してるしね、ここのとこね、あで、うん、まあ、ああいう投球術だとか、はい、そういうのは非常に参考になるしね、うん、それはやっぱこう出したら面白いかなっていうふうには思うけどね。何よりご本人がすごく出たいということも、ね、ね、あるので、まあ、うん、意欲的にね、うん、出たいっていう選手はやっぱ出してあげたいよね、うん、そしてそこね、出た暁にはっていういろいろな楽しみもありますしね、まあ、はいはい、はい、ということで、はい、ね、まずセ・リーグから振り返ってみましょう。はい、はい、ということで、はい、はい、ということでセリーグはこのような結果になりました。はい、はい、阪神と DeNA、はい、こちらは2勝1敗で阪神の勝ち越し、はい、内弁慶シリーズなんて言われてたけどね、お、まあ一つ勝ったね、うん、DeNA がね、はい、はい、そしてジャイアンツと広島は広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと中日は中日が2勝1敗の勝ち越しということです。はいはい、はい、ということで全部2勝1敗でしたね。そうだね、はい、はい、阪神対 DeNA、うん、ね、1戦目は青柳、はい、大竹、村上、はい、ね、DeNA、笠原、バウアー、石田、はい、ね、1位2位の直接の対決なんで、まあ、そうだね、首位攻防戦ということで、はい、まあ、青柳がね、うん、初戦に先発してきたわけだけども、はい、まあ、その1戦目7対2で阪神が勝つ、うん、それを援護したのが3回5回に木浪のタイムリー、木浪が1人で5打点というね、うん、で3回には走者一掃のタイムリー、うん、で5回には2点のタイムリーということでね、うん、で青柳が投げたんだけども、はい、7回80球6安打、うん、2失点ということ、はい、で青柳がファームに落ちる前に非常に目立ってたのが、うん、やっぱフォアボールと立ち上がりが非常に悪いなっていうのと、はい、フォアボールをよく今年は出すなっていうことだったんだけども、うん、この試合では全く出さなかったんだよね。ね、四死球ゼロということでね。そうそうそう、だから非常に安定した、うん、高低も使えてたし、あ、これから青柳は復活してくるなっていうふうに感じた投球内容だったよね、うん、まあ、それと DeNA の方は青柳対策で左をまたずらっと並べるのかなっていうふうに思ったら、うん、そうでもなかったね。普通の布陣を引いてきたね、うん、だからここら辺がやっぱりどうなのかなっていうことは思った。うん、徹底するんだったら徹底するとか、うん、まあでもなんていうの、変則でも対応できるような右バッター宮崎とかね、やっぱこううまいし、うん、まあ、牧もそうだけども、うんうん、まあ、桑原もそうだよね、うん、だからそういった選手は使ってきたんだけども、うん、まあ青柳にやられたというね、うん、まあ1戦目はそういう試合でした。ね、はい、はい、で2試合目、はい、まあ、大竹とバウアー、うん、5対4阪神、うん、まあ、4対2で負けてて、はい、8回森下が同点ホームランね、え、阪神の森下選手ね、バウアーも尻上がりにね、いいなっていうふうに思ったんだけども、はい、まあ狙われたね。うん、で9回にベンデルケンからサヨナラと、はい、森下が ね、まあ、センターにライナー性の当たりを打って、まあ、犠牲フライでサヨナラにしたと、ね、うん、でこのサヨナラにした場面っていうのが岡田監督が非常に面白いなと思ったのがね、うん、はい、ノーアウト1、2塁からサヨナラのチャンスでだよ、木浪にバントさせないんだよね。うん、そうでしたね、うん、それで打たしていって、まあ、ショートフライに打ち取られるんだけども、うん、まあ、前日の木浪の活躍だとか、まあ、そういうこともプラスやっぱああいう場面でバントって難しいやろって
だから選手の負担を考えてんだよね。なるほど、うん、それよりはやっぱ打たしていった方が何か起こるというふうなね、うん、まあ普通だったらどんなに当たってるバッターでもサヨナラのチャンスで送りバントをさせるケースなんだけども、うん、はい、だけど木浪に打たしていって、うん、まあその強気の策が構想して、うん、まあ、サヨナラになったのかもわからないけども、うん、まあ、DeNA の方は、まあ、フォアボールから始まってるんだよねこれね、うん、フォアボールを出しで犠打をしたところ向こうが送りバントをしたところこれがあのエラーになっちゃったんだよ ね、 佐野と、ね、あのピッチャーがねちょっとかぶってそうちょっとねあの ぶつかりそうになって、ね、そうそうそうで、まあ、処理できずにまたフォアボールで満塁になってということだったんだけどもね、うんうん、だけどノーヒットで、うん、まあ、サヨナラを食らうというのはね、うん、非常にちょっとやるせないというかさ、まあ、8回まで4対2で勝ってたわけだからね、まあ、7回までか勝ってたわけだから非常に DeNA の方はもったいなかったね。そうですね、うん、でバウアーも、うん、7回と3分の1、113球、うん、6安打4失点という、はい、まあ、内容だったんだけどバウアーにとっては非常にあんまりいい感じでは投げれてなかったね、うん、三振の数もね、うん、あの今までと比べると少ないですね。少ないね、うんうん、だからまあ多少疲れもあったのかなというね、はい、ただやっぱ森下のあのバッティングっていうのは見事だったなというふうにね、うん、まあ思うけどね、はい、はい、で3試合目、はい、村上対石田、うん、4対0で DeNA ね、これ5回に難しい場面があったんだよね、うん、フォアボール外がフォアボール強打がヒットで、はい、ノーアウト1、2塁を作るんだけど、はい、山本にどうするかなって山本の 次が石田だったんだよね、うん、で先頭に帰って楠本かな、うん、なんだけど、はい、うん、山本に送らしてもうワンアウト、うん、で石田でツーアウトって考えるとさ、うん、なかなか山本で勝負に行ってまあそれがダメだったら石田で送ってみたいなこと考えるんだけど、はい、ここはやっぱり迷わず山本に送りバントさせたね、うん、うん、そしたらなんと石田が先制2点タイムリーというなんと、うん、やっぱり5回ですねこれは。あ、5回ね、うんうん、だから2点タイムリーということで、はい、やっぱピッチャーもやっぱバット持ってるだけに、うん、当たったらやっぱヒットコースに飛ぶね、うん、ちゃんと打てばね、ね、で阪神の方は、はい、6回、うん、ノーアウト1、2塁絶好のチャンスを迎えました、うん、で続くバッター、ミエセス、佐藤、坂本、はい、三者連続三振という、うん、ねえ、このチャンスで三振かよって思ったけど、7回、はい、ノーアウト2塁、うん、前川、森下、中野、うん、とまた三者連続三振、うん、この試合全部で13三振食らうんだよね、うん、でチャンスの時にこの三者三振が続くとさ、やっぱちょっとチームのモチベーションというのがガクッと下がるよね、うん、でその後も攻め続けてツーアウト満塁で木浪というシーンがあったんだけど、さすがに一発で同点ということで、うん、ただ木浪はホームランは大丈夫だろうっていうふうに見てたら、はい、やっぱライトに大きなフライ打たれてね、うん、やっぱ DeNA 戦は木浪がポイントを握ってるかもわからないねこれね。なるほど、うん、前回の甲子園の時も木浪がちょっとポイントだったしね、うんうんうん、でこの3連戦を見て思うのは、はい、うん、マキはすごいねやっぱね、うん、マキを中心にまあ、宮崎を3番にしてるけど、うん、やっぱ宮崎の後はマキの方がいい、マキの後は宮崎の方がいいかなっていうのと、うん、佐野は3番でもいいなっていうふうに思ったんだよね、うん、うん、これはやっぱこう勝負強さっていうことになるとやっぱこう宮崎の方が一枚上なんだよね、うん、そしたら牧はこの甲子園ではよく打ったけども、はい、なんて言うんだろう、より打てるようになるんじゃないかなっていうような気がするんだよね、やっぱそのままの状態の方がね。なるほど、うん、だけどまあ悪い打線ではないけども、はい、まあ疲れも多少取れてきてるかなっていうふうなことも感じた、うん、なるほど。で阪神の方は、はい、森下一番打ってるんだけど、うん、森下ってやっぱ勝負強いよね、うん、で勝負強さを生かすんであればやっぱ一番ってもったいないなって。なるほど、今日の三振を見てるとさ、みんなの、うんうん、それは感じた、うん、
だからできれば、まあ、近本が帰ってきてからでもいいけども、はい、近本、中野、森下って続くと相手はすごく嫌だし、確かにそうかも、うんうん、ノイジーがね元気であれば、うん、大山の後ろを打たせてあげるとさ、うん、大山がもっと楽に打てると思うんだよね、うん、DeNA の牧みたいに、はい、だからそういうふうに森下が早く打線に落ち着くと、うん、ちょっとつながりを見せるかなって。なるほど。だから行き当たりばったりのまだ打線っていうような感じがするんだよね、うん、阪神は、うん、森下選手はまだ そこに今すぐっていう感じではないですか。いや一番がいないんだよそうなってくると。そういうことですね。だから、うん、森下の勝負強さっていうのがこれからの阪神鍵を握ってくるかなっていうふうには思った3連戦だったね、うん、はい。この3連戦は中央大学の選手、ね、活躍が目立ちましたよ。本当だよね。森下がね今日レフトに痛烈な当たりを打って、うん、梶原かな、うん、あのレフトに入ってたのか、はい、ファインプレー、大ファインプレーしたんだよね。はい。そしたら牧が大喜びしてたけどちょっと市場が絡んでるか、市場が絡んでるか分からんけどまあ後輩には甘い汁吸わせんなみたいなね、まあ、そんな感じのシーンがあったけどもね、はいはい、まあそういう3連戦でした、はい、ね、で次は巨人対広島、はい、ね、巨人は山崎伊織、グリフィン、戸郷、はい、で広島は床田、森下、栗、うん、まあ両方ともいいピッチャーが投げるね、うん、で1試合目4対0、はい、巨人が勝つ、うん、でこの試合でやっぱり巨人はね、うん、やっぱホームランで勝つなっていうのはよく分かるよね、うん、中田、秋広、丸がソロホームランで3点取って、うん、まあ、7回に梶谷が4点目のタイムリーを打つというね、うん、まあ、とこでもホームランをこんなに3本も食らうっていうのは非常に珍しいことなんだけども、うん、まあ、この日はなんか巨人打線に捕まったかなというね。で山崎よりも快調なピッチングをしてて、はい、完封まで生かすかなって思ったら、うん、7回3分の2、106球、うん、5安打、2三振、まあ、0点で変わるんだよね、はい、で変えられる時にさ原監督が出てきて、うん、えー、みたいな顔してたけどまあまあ疲れも考慮したりとかね、まあ、無理する必要はないのかなっていう、まあ、指揮官は、うん、まあ、これは試合は勝てるって思った瞬間にやっぱ繋いでいくからね、うんうん、だからまあそこら辺はやっぱこう後半にね山崎よりを期待してるということで、はい、ね、山崎よりもそう思っといた方がいいよね、はい、はい、うん、で2試合目、グリフィン対森下2対0広島、はい、5回小園のツーランホームランが、うん、これが決勝点なんだよね、はい、でこの日から西川が登録抹消、うん、菊池がねデッドボールで、まあ、ベンチにはいるけど、うん、離脱の状態なんだよね。だから広島としては非常に苦しい、ね、うん、あの外国人もいなければさ、うん、ね、4番を失うという、うん、非常に苦しい中やっぱ森下がすごく頑張ったよねピッチャーね、うんうん、で森下が完封9回、109球、8安打、はい、うん、まあ、結構ピンチを迎えながらも粘り強い投球で、うん、まあ、この試合一つのフォアボール、うん、しか出さなくて、はい、まあ、無失点だったということで小園も、うん、まあ、2号ホームラン打ってるんだけども、はい、やっぱ彼の魅力だね、思いっきりがいいのと、うん、やっぱり左ピッチャーのこの抜けたカーブを引っ張ってホームランできるというね、うん、率は悪いんだけどさ、はい、魅力が満載。ただやっぱりこうこういう手のバッターっていうのは、うん、やっぱり率が安定 しないと、うん、やっぱ監督は使いにくいよ。なるほど、うん、だからやっぱり率をねこう上げていくような、うんうん、そんな感じをね、持たないと雑だったらダメだよっていうことだよね。なるほど、はい、はい、ただその巨人も8安打打ちながら、うん、まあね取り返せなかったというね、うん、やっぱホームランが出ないとやっぱ勝てないのかなっていうような、ね、そんな気になっちゃうよね。ね、ヒットは2倍打ってますからね、広島4本で。そうなんだよ、はい、ね、8本打って無得点ということでね、はい、で、はい、3試合目戸郷対栗6対1結局、はい、ね、これ延長になるんだよね。そうですね、まあ、戸郷も良かったし栗も良かったよ、はい、すごく粘りのピッチングがね、うん、非常に良かったし栗なんかはこの前
なんかちょっとノックアウト状態でね、うんうんうん、マウンド降りたけども、はい、その反省を生かして、うん、きっちり投げたし、まあ戸郷はまあ各球団のエース級と投げ合ってるから、はい、まあしんどいよね、点が取れないから、うん、それはなかなかやっぱりエース級から点を取ってくれっていうのはなかなか難しいけども、うん、やっぱ戸郷もエースらしくね、あの一失点ということですごく粘れたよね。ねえ、これ延長まで 1-1 できて、そうなん、結局 6-1 っていうのは何があったんでしょう。これはね、延長11回、うん、一気に5点を取られるんだけど、あの広島は5点取るんですよね。そう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 、うんうん、でね、ビーディーが出てきてピンチを招くんだよね、はい、で大江に変える秋山のところで、うん、で秋山に送らせたらそれが内野安打になる、うん、ノーアウト満塁、うん、もう絶対絶命だなと思ってて、そしたら松山を 3-2-3 のゲッツーで2アウトになっちゃうんだよ、うん、ああこれはこのまま終わったらもう巨人の勝ちだなと思ったところから坂倉がタイムリー、うん、ね、小園がつないで堂林タイムリーで一気に5点取るんだよ、うん、ね、すごいですよね、うん、だからここら辺はね、うん、やっぱ西川がいないとか菊池は代打に出てきたけども、うん、この試合ね、はい、まあだけど三振をするという、うん、ただ外国人もいない、ね、スタメンには入ってない、はい、非常に苦しい打線の中やっぱこう粘りを見せてくれたよね、うん、だからそういう意味ではまだまだ戦えるなって広島は思った、うん、で巨人の方は、はい、やっぱホームラン誰か打たないと、うん、なんか士気が上がらないというかさ、うん、やっぱなかなか点が取れないなって、うん、ただこの1点というのはさ、はい、キャプテン岡本がツーベースで出て、うん、でランナーサードになって吉川が犠牲フライ、うん、岡本が頭からヘッドスライディング、気迫は見せてたよね、気持ちはすごく伝わるんだけどもさ、やっぱり1点じゃ勝てないということだよね、うん、ただ広島はもう本当に全員野球というか、うん、みんな必死になって食らいついてるというか、まあ、そんな感じがした試合でした。はい、ね、2勝1敗ということでね、はい、ただ広島はやっぱりね、外国人、うん、マクブルーブとか、うん、いるんだけども、やっぱ早く戦列に復帰できるように頑張らないと、やっぱ西川もいないんじゃさ、やっぱ辛くなるよね、これからね。そうですよ、うん、で巨人の方は打てるピッチャーと打てないピッチャーがやっぱはっきりしているということ、うんうん、やっぱホームランが出ないと士気が上がってこないということね、うん、だからやっぱホームランをこう打てるように調整しないとね、はい、なかなか難しいけどね、はい、うん、でここは3位4位の対決だったんですよ ね、 ね、はいはい、でヤクルト対中日、うん、ね、ヤクルトサイスニード小川、うんうん、小沢で、中日の方が柳福谷小笠原ということでね、はい、はい、まあ1戦目5対2中日、うん、石川の2本のホームラン、細川のツーラン、はい、柳が6回4安打、うん、2失点ということで、立浪監督が嬉しかったと思うよ、うん、石川の2本のホームランというのはね、やっぱここ我慢して我慢してというか、率はまだまだ低いんだけども、やっぱなんかやっとなんかこうバッターらしくなったというかさ、うんうん、なんかホームランもね、2本で出るようになったし、まあ、細川がちょっと一時期ちょっと悪かったのが、まあ、ツーラン打ってくれるとかさ、うん、まあ、そういうことで、まあ、柳を援護できたしね、うん、その柳が、まあ、6回4安打2失点というふうに、うん、まあ、期待に応えるし、うん、だからこう若手がこう躍動してたというか、うん、まあ、だからこの1戦目っていうのはすごく嬉しかったんじゃないかなっていうふうに、うん、思うよね。なるほど、うん、柳投手も3勝目ということでね。そうだね、なかなかね、ようやく ね、 ね、うん、一つずつね、一つずつね、はい、頑張れということで、はい、はい、で2試合目が8対5、うん、でヤクルト、はい、ね、並木がプロ入り初ホームラン、おー、ね、先頭打者ホームランだよ、うん、高めに浮いたスライダーをコンと当てたらボール際に入ったというね自分でもなんかいいのかみたいなそんな感じがあったけども、はい、いいんです ね、 ね、でもね、並木がねよく一番でね、本当頑張ってると思うよ、うん、コツ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 やりながら、ね、だからこのホームランっていうのはなんかこう並木へのご褒美かなっていうような、うん、そんな感じがするよ ね、 ね、でこの試合で村上が6回と8回に2打席連続のホームラン、13号14号ね、そうで村上が言った、あ、うん、これかなっていうのを感じが分かったと、うん、で今までやっぱこういい感じ、ホームラン打ったとしてもヒット打ったとしても
いい感じがなかったんだろうね、うん、これだっていうのがやっとここに来て見つけられたようなコメントを残したよ。なるほど。でね、うん、日本ともね球種は違うんだけど、はい、同じような打ち方の同じところに掘り込む、うん、ああこれはポイントもしっかりしてきたなっていうふうに思ったホームランだったね、うんうん、じゃあもう戻ってきましたか。うん、まあ戻ってくるだろうなとは思うよ、うん、でこの試合で本山がセカンドに入り3安打、はい、山崎も3安打というふうに、うん、まあ、打線がつながりつつあるよねヤクルトは、うん、で石川がこの日もホームランを打つんだよ、うん、中日の方はで宇佐美が3安打ビシエドが2安打というふうに、うん、やっぱ打線が活性化してきてるよね、うん、だから中日の方も本当に戦う体制になってきたというかさ、うん、今まではこう打てなくて打てなくてっていうもう本当になんか見てて息苦しいような、ね、うん、試合ばっかりがあったんだけども、うん、まあ、ここに来て、まあ、石川も打てるようになったこう補強した宇佐美が打ってくれる、うん、でビシエドが少しずつでも帰ってきてくれてるっていうふうに考えるとさ、うんうん、あこの先楽しみになってくるよね。ね、この試合12安打ですからね、はい、そうだね、うん、でもまあ試合は負けたんだけどね、負けちゃったんですけどね、はい、うん、で3試合目、はい、4対2中日、うん、はい、ね、小笠原頑張りました、はい、小笠原が3回に四球を受ける、うん、ね、ふくらはぎに、うん、まあ、騒然としたけどもね、でも7回を103球4安打2失点、はい、6勝目ということで、はい、ね、もっと勝っててもいいようなピッチャーなんだけども、うん、まあ勝てたという ね、 ね、はい、まあ、この試合でもビシエド、うん、村松が連続タイムリーでね、はい、逆転をすると、うん、まあ、しかし4回に村上のソロホームランで同点と、うん、だから村上はやっぱ掴んだんだよね、え、うん、本当ですね、これ反対方向に打ってるから、うん、ね、バックスクリーンの横の方に、はい、ね、え、だからこれからやっぱ村上は来るだろうなっていうのが分かるよ ね、 ね、うん、でこの試合も宇佐美が6回にソロホームラン、ね、まあ、この日もっていうか宇佐美が打ってくれたというね、これは移籍後初のホームランですね、移籍初勝ち越しのホームランだよね、はい、で8回には石川のダメ押しタイムリーということで、うん、まあこれはもう岡林に関しては激走してね、うん、ホームでリクエストになったんだけども、うん、まあ判定セーフということで、はい、ね、うん、まあでもこれがセーフになるかアウトになるかじゃもう石川の気持ちがまた違うしね、だからなんかこの3連戦を見ると中日が形になってきてるし、うん、打てるようになってきたという、うん、だからこれから本当にね今までちょこちょこっとは打ってたけども、うん、なんかね本当につながりが できてきてるし、うん、一つの形になってきたなっていう打線が、なるほど、これはやっぱ和田ベンジャーの力も大きいと思うよね、お、うん、やっぱり教え込んでんなっていうような感じがするもん、うん、でヤクルトの方はやっぱ村上が覚醒してきた、うん、ね、戻ってきた、本当やっとやっとね、うん、ただし今日なんかはサンタナと村上のホームラン1本ずつとね、だからなかなか繋がらないんだよね、ちょっとこうちぐはぐな感じですかね、まあまあそうだね、まあただピッチャーが小笠原だからさ、うん、なかなか繋げなかったとは思うけどもね、はい、まあその中でも村上がやっぱホームランを打ってくれるというね、うん、まあそういうことを心強い人間が帰ってきたという、はい、はい、ということで、うん、出た出たホームランの嵐嵐というね、はい、やっぱこう牧がいいね、うん、牧森下中央コンビ、まあ、コンビではないけどね、敵だからだけど森下がね、うん、やっぱいいところでホームランを打つ、うん、で牧もダメ押しとかホームランを打つし、うん、ね、非常にでジャイアンツはホームランじゃないと勝てないみたいな、うん、ね、中田昭弘指定コンビ丸が、ね、打ってみたいな、うんうん、で広島はホームランこそないものの、うん、でもこれからやっぱ外国人のバッターたちが打線に顔を出さないとちょっと苦しいかなっていうような感じがするよね、うん、ホームランで勝った試合もありますね、まあまあもちろんね、うん、小園がね、はい、ホームランでヤクルト、うん、村上が来る、ね、ね、やっと頼りにしてる男が戻ってくる、うん、ね、まあ今までも活躍してないっていうわけじゃないんだけども、うんうん、やっぱり雰囲気を変えられるからね、うん、彼のホームランは、ね、劣勢の時に特にね、うん、だからそれが戻ってくる、で中日は石川とか宇佐美とか細川ね、打ってくれるようになった、ね、これから楽しみですよ、うん、はい、はい、という3連戦でした、はい、セリーグはこんな感じです、はい、はい、パリーグです、パリーグはね、はい、月曜日
7月の10日にそうそうソフトバンク対西武の1試合があって、うん、鷹の祭典というのがね鷹の祭典ね、はいはい、で、火曜日はねそのしあのカードはなかったので、はい、こうちょっと若干変則ですが、まあ、変則だけど、まあ、3連戦を行ったという ね、 うね、はいはい、ということ で、 で、そうですね今こちらの結果の通り、うん、ソフトバンクと西武は西武の3連勝、うん、日本ハム対楽天は楽天の3連勝、うん、オリックス対ロッテは1試合中止になってしまったので2試合で1勝1敗ということになりました。はい、はいはい、ということで、うん、ソフトバンクと西武、はい、ねソフトバンク、シバートジュニア、ね、坂東、うん、大関、はい、西武は隅田、今井、うん、平、はいねはい、ということで、まあうんね、3連勝するわけだけども西武が、はい、で1試合目、うん隅田7回88球3安打、うん、1失点、はいまあ、三森がホームランを打つんだけども、うん、その1点だけに収めたというね、はいで西武の方は古賀牧のタイムリーの2点、うんね、2回と5回に打ったという、うん、ただソフトバンクは4安打、ねね、この試合3、4、5、6番で1安打しか打ててないという、うんまあ、柳田の1安打だけなんでこの試合で西武は連敗を止めるとでソフトバンクは抜け出せないというね、うん試合になったんだけどやっぱこの試合ねやっぱ隅田すごく良かったね。まあ他にいい試合もあったんだけど、うん、やっぱ長続きしたというかさ、うん、回がなるほどなるほど、うん、7回までいけたということ、うんうん、7回までずっと良かったということ、うんうん、まあピンチもあったんだけどもちろんね、はい、試合だから、うん、まあだけどそこをやっぱ力みじゃなくて、うん、なんていうかなこうしなやかさで抑えていったというような、うん、だから一つのコツをつかんだんじゃないかなっていうようなピッチングがあったんだよね。でソフトバンクの方はやっぱ打てないわ。ちょっと頑張らないと。このね最近というかここのところ連敗が続いてるんですよね。あの俺が行った日本ハム戦、うん、福岡であったよ。ペーペードームに行った、うんはい、ものすごく良かったんだよ。うん、近藤柳田。はいはい、そんな話ありましたね。これはね抑えられないぞって言ってたら、うんうん、この2人がパタッと止まったね。うん、ちょっと心配だね。そうですね、はい、で2試合目、はい、坂東と今井、うん、4対2、はい、西武、うんね、1回2回に1点ずつを取るんだよ、うん、ソフトバンクはね、はい、立ち上がりを攻めて、うん、だけど5回6回7回で4失点する、はい、で6回以降はノーヒット、うん、ソフトバンクはね、うん、だからソフトバンクの連敗は止まらずということで。そうですね、でも西武打線もねそんなに打ててないんだけども、うん、四球とかそういうものをフォアボールを絡めて一本がいいところで出るというね、うん、まあ、そういう試合なんだよ。それはね逆にソフトバンクがやる試合なんだけどもさ、うん、西武はどちらかというと豪快に振り回して打っていくっていう感じがするんだけど、うん、逆になってんだよね。なかなかやっぱチャンスをもらえないというさ、うんうん、まあ立ち上がりをうまく攻めたんだけどもね、はい、まあピッチャーがこう踏ん張りきれないという、うん、ただ2点だけではさ、まあ、こう厳しいよね。で西武も連敗を抜けたし、うん、で西武の一番怖かったのはこのソフトバンクからするとね、うん、やっぱこう連敗を止めようとする必死さが怖かったと思うんだよ、うん、まんまとハマったね。なるほど。うん、で3試合目は、はい4対2で西武、うん、ソフトバンク6連敗ということでね、この試合でも近藤が申告敬遠、うん、平がねベンチに向かって何か言ってんのよ近藤を迎えた時にだから豊田コーチが行って、うん、で帰ってきたら松井監督が、まあ、申告敬遠をした、うん、柳田の前にね柳田怒るよね、うん、これは平投手のまあ自分から、うん、多分嫌だったんじゃないの近藤が。ああ、だから柳田が、まあ、2点タイムリー先制タイムリーを打つんだけどもうみんななんかこう申告敬遠してもらえみたいな打てるんだったらまあやっぱり意地もあるよね、うんうん、だけど2点タイムリーを打つという、うん、ねで先制するんだけど、はい、でもこの試合やっぱもう4安打に抑えられるんだやっぱり、うん、ねでまあ源田が3安打の活躍の2打点という、うん、
でこの試合も四球から失点という、うん、デッドボールからね、はい、を絡めた失点が痛かったということなんだよね、うん、で西武が3連勝、はい、ソフトバンクは6連敗となったという、うん、これちょっと心配ですよね。でもちょっとどころじゃないよね、うん、やっぱりソフトバンクって優勝候補だしさ、うん、勝てるチームなのに勝てないというのは非常にプレッシャーが今度どんどんかかってくるよ ね、うん、だから残り試合、うん、あと3試合あるけどももうそこで立て直すしかないね、うん、ただ西武の方はやっとこう少しずつ戻ってきてるかなっていうような感じがするよね、うんうんまあ、繋がりだとか、うん、やっぱ源田が打ってくれるとチームを引っ張ってくれると、うん、やっぱこう流れという面ではスムーズさが出てくるね、うん、なるほど、はい、うん、という3連戦でした。はい、はいはい、日本ハム対楽天、うんね、日本ハムは北山、伊藤、加藤、はいね、これは勝たなきゃいけない、うん、楽天は田中マー君、庄司、岸、はい、1戦目、うん、3対2楽天、はい、うん、まあ、松本がね2点タイムリーとか2打席連続のタイムリーを打つんだけども、はい、その後が続かないというね、うん、で同点から5回、小郷のツーランホームランが決勝点になるという、うん、で投げてはマー君、はい、ね、まあいいピッチングだったかな、うん、で抑えたという5勝目ですね。5勝目ね、はい、3対2、うん、ね、まあ、この試合でもねいろいろこう打線をいじってんだよね、うん、負けてるとこそこう落ち着いた方がいいのかなっていうような気もするんだけどもね。これは日本ハムですか。日本ハムがね、うん、でまあ楽天の方が調子がいいから、うん、ね、村林とか、うん、非常に1番でね入ったりとか、はい、して活躍してるしね、うん、だから非常に今打線の流れとかはもういじる必要もあまりないのかなっていうふうに思うけどね、うん、はい、はい、で2試合目が4対2、うん、いや4対3楽天、はい、ね、日本ハムが先制するんだよ、うん、でも小郷にやられるね、2試合連続のホームラン、うん、で浅村が決勝のツーランホームラン、うん、まあ、この試合で岡島が4安打とか、うん、ね、まあ、伊藤が7回3分の1 116球4失点という、うん、どうにもならないっていうことはないんだけど日本の方も、はい、1点差で負けるんだよね。ねえ、なんか接戦で負けてしまうっていうのもそうだね、なんかね、はい、で3試合目、うん、3対2、はい、これも1点差本当に楽天、うん、ねえ、村林が3安打、うん、小深田が2安打と決勝点という、はい、小深田はまあ田中正義が投げてたんだけど、うん、早いボールとかに対処するのがうまいなこの小深田は、うん、あでやっぱ楽天は1、2番が元気だわ、うん、ねえ、うん、3安打と2安打だし、うん、ねえ、それとねこの試合初回にワンアウト3塁から王が失敗するんだよね、はい、ランナー返せないんだよ外野フライで、はい、で1塁ゴロで2アウト、うん、まあ、しかし4番の浅村がねその失敗を取り返してくれるんだよ、うんうん、ああだからああこの打線はやっぱり状態いいんだなっていうふうに感じた。なるほど、うん、で浅村もやっぱここに来てねあったかくなってきて非常に良くなったし、うん、で前のバッター若いバッターが失敗したら自分がケツを拭いてやるというようなねそういう活躍もしてくれる、うん、ね、だから非常にチームが機能し始めてるよね。なるほど、だから非常にいい、うん、でまあこの試合日本ハムは3番にマルティネスがホームランを含む3安打を打ってるんだけどもさ、はい、1、2番に入った清宮万波が機能せずという、うん、まあ、確かにね、まあ、打順はどうやったっていいとは思うんだけども、はい、俺は清宮と万波っていうのはクリーンナップだし、うん、やっぱこう1、2番では俺はあんまないと思うんだよね、うん、だからここら辺でやっぱ機能がしないのかなという。なるほど、だからもう少しなんか適正のところってあるんだよね、うん、場所っていうのが、うん、まあ、万波にすれば、まあ、3、4、5のどっかでもいいし清宮だったら3番か
5番でもいいし、まあ野村4番、これは外れたりもするから、マルティネスでもいいのかなっていうふうに思うしね。そう考えるとこの1番清宮選手で2番波選手、マルティネス選手、野村選手、松本選手ってなんか誰がクリーンアップを打つべきなのかっていうのが悩ましいということで、まあ悩ましいというかさ、やっぱこう万波、清宮、マルティネス、これでクリーンアップを組むのが一番自然だと思うんだよね。だから負けてる時こそやっぱジタバタしないでどっしり構えた方がいいのかなっていう。なるほど。1番2番はそうすると、1番2番は磯畑とか、はい、松本剛でもいいよね、はい、なるほど、でやっぱ前に出るような人間を置いといてクリーンアップで返すというね、まあそうした方がやっぱ日本ハムは今のところいいのかなっていう、ね、で状態が上がればそういう打順でも面白いと思うんだけど、やっぱこうなんていうのかな、調子が悪い時にそういうことをやると堂々巡りをしてるのかなっていうような感じがしてね、やっぱ本来力もつけてきてるし、面白いチームなんだから、やっぱそういうふうにちょっと負けが込む時は落ち着かしてやった方がいいのかなって、今日は1番か今日は5番か今日は3番か、あ今日は外されたとか、そうじゃなくてやっぱ落ち着かしてやった方が状態的にはチームの状態は良くなるのかなっていうふうには思うよね。はい、なんかね、あのもうこう圧倒的に負けるじゃない、本当に接戦とか先制点は取っててとか序盤流れはあったのにみたいなことが、これね7連敗してんだよね、そのうち6試合が1点差負けなんだよね。え、これもなんかこうかわゆい感じですね。かわゆいよ。ねえ、この1点というのが大きいんだけどもさ、まあ逆に言えばね、楽天は借金13から5になったんだよね、で8連勝なんだよ。すごいですよね、だからやっぱり力はあるんだよね、だから今後やっぱ楽天の戦い方っていうのは面白い。はい、はい、で最後、はい、オリックス対ロッテ、山崎幸也、コットン、まあ、コットンが先発するときはなんかブルペンデーみたいなね、まあ、そんな感じなんだけど、はい、でロッテはメルセデス、佐々木朗希、はい、まあ佐々木朗希の時はなんかブルペンデーするよね、なんかオリックスはね。はい、はい、ということで、1戦目は4対3、はい、オリックス、ね、これはねセデーニョ、はい、ね、満塁ホームラン、俺はあのメルセデスの外から入ってくるスライダーかなんかを引きつけて右方向へ打ったというね、見事なホームランだよね、まだ24歳か25歳で若いということで、ねえ、あこれから24歳ですね、24歳だよね、でオリックスは外国人に泣かされてた部分があるから、セデーノがしっかり成長してくれればさ、非常に大きな戦力になる ね、 ねえ、だから森がいないのがなんかこう影が薄くなるというかさ、打てないとやっぱ森がいないからとかなるけど、セデーノがすごく本当にカバーしてくれてるよね。ね、なんか本当に森選手離脱の後にこう抜擢されたっていうところで、そうだね、まあ、4番にスッと入れて ね、その試合から結果を出してたけど、だから頼もしいやつが出てきたなと思ってね、で、まあ、この試合4回にすぐ3点をひっくり 返されるんだけどさ、まあ、こうオリックスの自慢の投手陣で逃げ切ったというね、で山崎幸也、5回4安打、3失点も7勝目という、もう7勝してんだよ、早くも、ね、山本も7勝、宮城が6勝とかね、まあ、非常に先発投手陣に勝ちがつくというね、はい、まあ見事なセデーノの満塁ホームランというね、まあ可愛いねこの人は。あの顔は怖そうなんだけどさ、いやね、あの、なんでね、このほっぺのほっぺのねハートみたいなね、可愛かったです。首をすごくかしげて可愛いですよね、はい、で2試合目、5対3、ロッテ、初回に佐々木朗希が失点するんだよね、これはあの初めてだと思うんだけど、これもセデーニョに打たれるんだよね、見事な、ね、変化球打ちということで、
でただ2回に角中がツーランホームランで逆転という、うん、角ちゃんやるねベテランおっさん頑張るわ、はい、ね、うん、で3回は連打で3点というね、うん、まあロッテらしいつながりというかね、うん、まあそういうところで、まあ、佐々木朗希を援護というね、はい、で佐々木朗希が7回104球3安打、うんうん、14奪三振、はい、ね、無四球うん、1失点というね、はい、なんかこう本当に今年ね佐々木らしい投球っていうのは、うん、そんなになかったんだけども、うん、この日はやっぱ14奪三振ということで、佐々木らしい投球ができたよね、うんうん、まあ、それとキャッチャーとの信頼関係もできつつあるね、うん、なるほど。これはどういうことかというと、うん、思いっきり腕を振ったフォークボールっていうのはやっぱこう後ろに反らす傾向があったんだけども、やっぱ佐藤俊也、うん、もうね本当に一生懸命練習してるらしいよ。もう多分そこが一番のポイントですよね、うん、だから昔、うん、ピアンザっていうキャッチャーがいてね、はい、野茂の時に、はい、野茂一生懸命やっぱフォークボールを止める練習をしたと、野茂を勝たすためにって、うんうんうん、だからまあそういう裏の努力がね、うんうん、功を奏して14奪三振につながったんじゃないかなって思うけども、いや本当そうですね、だからやっぱロッテは佐々木朗希が投げた時は絶対負けれないしね、うん、だからそういう意味では非常にこの素晴らしい投球ができたっていう一試合が、うん、今後につながればいいかなっていうふうに、まあ、思うよ ね、 はい、ね、これで佐々木投手は7勝目ですかね。そうだね、うんうん、はい、はい、ということでした、はい、でどうした連勝連敗の嵐みたいな、うんうん、まあ、すごいよこれね。まあ西武はねやっと抜け出してソフトバンクに対して3連勝したんだけども、うん、ソフトバンクが6連敗、うん、ね、日本ハムが7連敗、うん、逆に楽天は8連勝という、いやもう本当にね、大変ですよ。日本ハム5位で楽天が4位ですが、うん、ソフトバンクも3位でね、なんかこう、うん、ね、ね、いやここが怖いよ。そうですよ、ここが追ってきてるもん、うん、だから非常にやっぱこう3位のチームとかね、うん、落ちたチームっていうのは怖いと思うよ、本当この勢いっていうのは、うん、だからなんて言うんだろう、あと残り3試合オールスターまでにね、うん、絶対連敗のチームは連敗止めとかなきゃいかんし、うん、やっぱね休みに入る時に連敗中だとやっぱ嫌なんだよね。そうですよね、うん、だからそういう意味では本当に楽天の方は頑張って練習を続けて、そうです、オールスター休みを迎えるとやっぱこう希望も持てるし光も見えるしね、うん、だからそういう風に頑張ってほしいなと思う。ソフトバンクどうしたね、6連敗はないぞみたいな、心配ですね、はい、うん、まあということで、はい、オールスターまで残りね3試合ラストカードですね、ラストカード、うん、ね、頑張ってください、はい、ね、はい、そういう3連戦でした、はい。